はい、皆さんこんにちは。 VTuber の配信ネルです。さて、今日ね、ライブ配信基礎講座のネットリテラシー編としてね、お話をしていきます。ライブ配信ってね、多くの方に見てもらえる可能性のあるものですよね。でも長くやってるとそこを忘れてしまうことで出てきちゃうと思うんです。仲のいいコラボ相手ができて、視聴者もね、常連さんがついたりしてね、すごく居心地が良くなってくるんです。はい、でもここがすごく危険なところです。いつも同じ視聴者さん、いつも同じコラボ相手でやってるとしたとしても、それは友達の家でおしゃべりをしているわけではないんですね。ライブ配信っていうのはクローズな空間ではなく、もうその気になれば全世界の誰でも見れてしまうっていうオープンな空間なんです。さらにリアルタイムの配信なので、喋ったこと言ったことっていうのがそのまま視聴者に伝わってしまいます。ちょっとした失言とかでね、大きく炎上してしまうっていうことは今では全然珍しくないですよね。知らずに加害者になってしまうこともあるわけです。初心者はもちろんね、慣れてきた頃っていうのが一番危険なので、配信歴の長い方も今一度振り返ってみてはいかがでしょうか、というところでね、本題に入っていきたいと思います。まず用語の定義確認なんですけれども、ネットリテラシーとは、これはインターネットの便利さ、脅威やルールを理解して適切に使用するための能力のことと訳されます。今回の場合はその中でもライブ配信に特化したお話をいたしますので、配信リテラシーと言ってもいいかもしれませんね。インターネットもそうですし、ライブ配信っていうのもそのオープンなものなので、様々な危険も潜んでいます。その危険をしっかり理解して適切に使っていきましょうっていうことです。法律とかね、配信プラットフォームの規約を守る、遵守するっていうのは当たり前すぎるので、今回は割愛します。ルールではなくてマナーの部分っていうのをメインにお話ししていきますね。まず一つ目の事例として、個人情報。個人情報はどこからバレるかわからないから注意が必要ですよっていうお話です。例えばスマホで配信している人なんかは、外出してる時にね、配信して今どこどこにいるよみたいなことを言ったら、そのおしゃべりから居場所を特定されてしまうみたいなことも出てきます。自宅で映像をね、映しながら配信をしていたら、部屋の窓の外の風景が映ってしまって、そこから自宅を特定されるみたいなことも起こり得るわけです。ライブ配信っていうのは双方向のコミュニケーションなんですね。視聴者と配信者の距離がいい意味でも悪い意味でも近いんですね。それってアンチが生まれやすいとも言えてしまうんです。あるいはね、アンチとまではいかなくても、そういった意図がなかったとしても、距離感の錯覚とか相違っていうのが生まれやすいので、そう取れてしまう行動っていうのも起こりやすいんですね。そこでこの個人情報がバレないために、漏れないために注意する部分、これはもう個人情報を絶対言わないようにするっていう当たり前のことです。そして個人情報につながるようなことも絶対に言わない。
映す映像とかね、画像っていうのは入念に事前チェックすることが必要になってきます。これはね、そういう人ばっかりではもちろんないんですけれども、悪意のある人も見ることができてしまうっていうところを忘れないようにすることが必要になってきます。で、今言ったことは自分が被害者になってしまうパターンですよね。ここはすごく意識してる方も多いと思いますが、ライブ配信においては逆に知らずに自分が加害者になってしまうパターンっていうのもあります。知らずに誰かを傷つけてしまっていたり、差別的な発言とか攻撃的な発言をしてしまって、そこから炎上につながってしまうっていうパターンですね。例えば、まあ配信で愚痴っぽいことを言うって、まあ結構あると思います。誰々さんが昨日こんなこと言っててねとかね、運営にこんなこと言われたんだけどみたいな。でもこれってね、その相手を中傷していると取られることがあるわけです。コラボでね、仲良くなった他の配信者さんがいたとして、その人が公表していない情報なんかをうっかり喋ってしまうとか、運営とかね、関わった会社の情報をうっかり喋ってしまうとかね、もうこれは普通に裁判沙汰になってしまう案件です。で、ここに対する対策としては、友達に向けて喋っているのではない、不特定多数の視聴者に向かって喋っているんだよっていうことをしっかり意識することです。例えばね、その配信にいない人のことを話題にしないとかね、噂話のような事実のはっきりしないことは言わないとかね、言ってもいいことなのかっていうのをしっかり考えるっていうことですね。他の配信者の炎上案件に触れることも同じです。明確な意図があってね、それを引用するならまだいいんですけど、ただの噂話として触れることはいろんな人を巻き込んでしまうことなので、そういったね、炎上案件に触れるみたいなのは避ける方が賢明です。そして次はコラボ配信の時に気をつけること。コラボでゲームとかね、やっててついこう熱くなってしまって相手に暴言を吐いてしまうとか、企画とは関係のない話をダラダラ喋ってしまうみたいなね、これって聞いててそんなに気持ちのいいものではないですよね。コラボ相手とか視聴者が不快になってしまう可能性のあることを喋ってしまうっていう、こういうのも結構よく見かけたりします。で、ここの対策としては、コラボの時は打ち合わせをね、しっかりやりましょう。その時にね、NG な質問がある方も多いです。これは NG っていうのは自分から言うようにね、ちゃんとして、相手の NG なこともちゃんと聞くね。特にその年齢とかね、公表していない人も多いですよね。なのでそこに繋がっちゃうような話題は嫌がられるとかね。で、 VTuber なんかは特に自分が作り上げてきた世界観っていうのがあります。キャラクターだったりね、の世界観、これはブランディングと言い換えることもできます。例えばリアルの話をずっとしてこなかった人ね、普段リアルの話なんかあんまりしていない人に対してコラボでリアルの話をガンガン振ったら
当然ダメですよね。裏で話していた内容を配信で喋っちゃうとかね、これも視聴者には伝わりませんし、そういったことは相手の世界観を壊してしまう行為です。コラボでのね、企画だったりとか質問といった内容は事前にしっかり打ち合わせをすることで、そういった問題は解消できます。はい、ということでね、結論として、要はコラボもライブ配信もただの遊びではないという認識を持つことが重要だと僕は思っています。もちろんね、遊び感覚で始めた方っていうのも多いと思いますし、 VTuber だったらエンジョイ勢の方がガチ勢よりも確実に多いです。それはそれでね、全然いいんですけれども、ビジネスとして本気で取り組んでいる人たちもいる。そしてそういった人たちとも同じ土俵にいるということを忘れてはいけません。うっかり出現してしまうっていうのは、そういった人たちをも巻き込んでしまう行為なんです。楽しくやるっていうのは大切なんですけれども、視聴者のこと、コラボ相手のことをしっかり考えてやる必要が出てきます。配信っていうのはね、リアルタイムで相手が存在するものです。視聴者だったりね、コラボ相手だったりね、その相手の嫌がることや不快と感じるようなことはしない。まあ当たり前なんですけどね、そういった意図はなくてもそう取られてしまう可能性があるということをしっかり頭に置いておきましょう。今回話した内容は常識であったりマナーという部分なので、もう当たり前にね、しなければならないっていう部類のものです。なので普通はそこまでね、気にする必要ってないんですけど、まあ当たり前に考えると誰でもやっていることだと思うので、そこまで気にする必要はないんですけども、今誰でもね、気軽に配信できるようになっているので、で今後ますますそうなっていくと思っているので、改めてこのネットリテラシー、配信リテラシーといった部分を再度振り返る必要があるなって感じたので、今回はこのお話をさせていただきました。危険を理解した上でね、しっかり活用することができれば、ライブ配信ってすごく有用な手段です。目的をしっかり定めてライブ配信を活用していきましょう。 VTuber の配信ネルでした。またお会いしましょう。バイバイ。